巻き集合、大量発生。台湾でもニュースになる。読める。読める。神奈川帝王巻き好き。いつから巻きは神奈川帝王になったんや。影分身の術くさ。台湾ってこんな NPB がっつりやるんか。日本におけるメジャーのニュースみたいな感じか。今台湾出身者少ないのに。巻き集合、大量発生。台湾でこんだけ報道してもらえるなら有望な台湾人選手とったら人気出そう。こんな選手がいるんだ、と台湾に発信してほしいわね。巻きの肖像権はもうめちゃくちゃ。ご視聴ありがとうございました。